プロ1年目で43試合7得点2試合に1点取れると思ってたサッカーやってたら取れないんだって、はい、あのプロ2年目95年11ゴール自分のあるべき姿のそのパフォーマンスが来たなっていう97年初の J リーグ年間王者に輝きましたけれどもプロで初めて泣いたぐらいなあれなんだけどあのそして大学卒業後、はい、こうジュビロ磐田に加入されますけれども、うん、これジュビロに決めたきっかけそれは、はい、ジュビロって僕が大学卒業するときに J リーグ初年度だったのオリジナル10のクラブじゃなかったからはい93年の年そう、はい、で三浦文武さんはその横浜マリノスに行ってオリジナル10に行って、はいはい、93年の5月15日、はい、国立競技場で彼の雄姿を見たわけですよ筑波大学4年生としてすごい華やかな J リーグがスタートしたんだって、はい、なんてすごい舞台にこの間まで一緒にいたよねってこの人、うん、片や向こうか俺はチケットかなんていうねまあ当たり前だけど卒業しないから、はい、そんなあれだでマリノスにとヴェルディの試合を見て、うん、自分はジュビロに行った選んだ理由は何だったんですか新しいスタートしたっていう思いが強かったんだと思う、ジュビロと共にあと中山さんが家に電話してきて当時携帯ないから来いよみたいな、はいうん、中山だみたいな感じその時面識あったんですかないだけどやっぱドーハもさいやもちろん、もちろんもうイケイケの中山雅史から、はい、ジュビロ来いよみたいなはいみたいなそれは、うん、嬉しいですよねそうドーハメンバーが、うん、家の固定電話に電話くれるんだへえあの何チームぐらいからオファーあったんですかいやねそういうのもね正直全部覚えてないんだけど、はい、相当来たよねトシヤさんだったらまあ多分うん、ほぼほとんどクラブから来てますよね記憶ではほとんどオファーいただいた、うんうんまあ、94年に加入されて、うん、もう1年目から開幕戦でもデビュー鹿島アントラーズすごいですね覚えこの試合は覚えてますやっぱり覚えてるそれなんで覚えてるかって、はい、それを機に怪我して5、6試合出れなかったのそれだから覚えてるのその多分1試合やって次の試合も出たら多分忘れてたと思うやっぱりプロで1試合出て肉離れっぽい感じで筋肉系をトラブルして、はい、その後ねちょっと戦列離れたのそれがすごいショックで、覚えてるプロに行ってもその普通にやるんだみたいな毎試合出るんだと思って行って、うん、たった1試合でそんなになっちゃうんだって俺はと思って、うん、それショックだったんだよね自分なりに、はい、そして5月静岡ダービーですよね、はい、J リーグの初ゴール、はい、このゴールは覚えてます、うん遅いなと思って、まあ、自分のゴールが5月かってだって3月でしょ開幕あそうですね、うん、まあその後怪我をしてっていうのありますけどだから本当はその開幕ゴールや 1、2 試合目でその得点をするっていうプランでいってるわけでしょ、はい、そういう育ちだったからずっと、はいはい、それがちょっとプランは崩れてだけど清水から点を取れたっていうのは嬉しかったやっぱりすごいブーイングありました清水サポーターがありますよねまあその後もこうレギュラーとしてずっと定着されてプロ1年目で43試合7得点、うん、1年目からこれプロにご自身順応できたと思われますかそれともなんかプロとなんか大学サッカーとか今までと違ったのか、うん、あやっぱり壁はすごい高いなと思ったねそのまず怪我して戦列を離れるっていうことがもうそれを物語ってるんだけど、はい、戦えないんだってフルシーズン、うん、で2試合に1点取れると思ってたのサッカーやってたら取れないんだって、はいうん、そんなもんか自分はみたいなその上手な人は1試合に1点取るっていう感覚でいたので中盤だから2試合に1点でまあ許してもないんじゃないかなっていうようなそんな感覚だったでも結果取れてないんだよ全然それは感覚ね、はい、いやいやいやでもそのメンタリティっていうのがそれはやっぱり清水でそういう育ちになっちゃったからいけないよね。まあとはいえ私も清水育ちなんですけど、うん、まあちょっとだってポジションが違うんですか？違うのもあるんですけど、うん、当時の静岡の清水の強さってやっぱちょっと格が違ったんでしょうね。うん、
まあそれもあるんだけど、うん、その今ほど全国で同じレベルでサッカーやってるとこがなかったっていうのが唯一じゃん、うん、それは、うん、それぐらいその清水はそのサッカーどころだったし、あと情熱のある指導者が多かったから、うん、そういうところで揉まれた、うん、あのプロ2年目95年ですね、七海さんが入ってくるんですよね、はい、そしてまあご自身も11ゴール やっとなんとなくこう、うん、まあまあだなっていうね、10点取ったらまあみんななんとなくこう認めてくれんじゃないかなと思ってたの。まあ11ゴールじゃないですか、はい、この11ゴールはご自身の中でも、うん、まあ、うん、ようやくプロに順応して、はい、自分のあるべき姿のそのパフォーマンスが来たなっていう、そういうって思ってたんだけど、はい、当時監督オフト監督で、はい、やった僕オフトさんやってますよ。オフト監督がまた僕に厳しくて、はい、とっても厳しくて、はい、得点取ってもよくスチューデントプレイヤーみたいなことを、うん、やっぱ俺はすっごい言われて、はい、一方ななみはあんまり言われなかったね。なんでと思ったけど今は理解する。レッツに入ってからですね、うん、オフトさんが監督をやって、うん、まあトシヤさんの話が出てくるんですよ。ジュビロと試合するときに、うん、必ずこいつだけは気をつけなきゃいけないっていう、うん、藤田は それは嬉しい、なんかすごい嬉しい。褒められたことないんだから、まあ、この年ドゥンガ選手も加入してきたと思うんですけど、ドゥンガはどんな選手でしたか。まあ、やっぱり強烈だよねインパクトは。トシヤさんからすると後ろにいる選手ですよね、はい、まあ、指示が来るわけじゃないですか、うんうん、まずワールドカップのトロフィーを掲げて、はい、その後すぐ来るんだから、はい、信じられないでしょ自分のチームにそんな人が来るんだって。 でそういう人と一緒にやってやっぱ安定感あるわけよプレーは、まあ、基本的に変なミスしないし、うん、特別なプレーはしないんだよね、うん、その華やかなプレーはしないんだけど、はい、サッカー選手としてやんなきゃいけないプレーはほぼやったし、守備に関してのそのプレッシャーの生き方、みんなに対して、はい、まず誰が言ってこいって言って、はいこれでハマって、はい取りますみたいな、うん、この計算がとてつもなく早かった。へー、うん、怒られました、トシヤさん。それは多少は怒られたけど、うん、そのオフト監督の怒られたインパクトが強いから全然気にもならなかった。へー、あのトシヤさんがプロになった当初、はい、誰かお手本としていた選手とかいます？それはね、1年目のファネンブルグ。おお、ファネンブルグ出てきた、オランダ代表。う、ね、うん、自分がそのプロキャリアをやって、技術でやっぱりこの人と思うのがファネンブルグとピクシー。へー、でそのファネンブルグは何がすごかったんですか？背格好がまあ我々とそんなに変わらないでしょ、はい、だけどそのインパクトあるプレー、パンチがあるキックとか、そのシャープな動きとかで、一番やっぱりすごかったのは、すごいなと思ったのは、もうほぼミスがないプレーするんだけど、なんでって聞いたら、いや自分は22人ピッチにいる、それを上からいつも見てんだ、本当かなと思うけど、うん、いや当時大学から卒業した自分にとってはやっぱオランダ代表になるとそれぐらい平面じゃないんだよねそれが強烈なあれだった。あのその年に A 代表に初選出、うん、はい、これはもう一番上の、まあ、A 代表と言われるところですけれども、もう代表については語ることないですよ語ることがないというより語れるものがない、僕には材料がない。それはこの最初に選ばれた時に自分の代表への心意気がやっぱ悪かったよね。へー、うん、もうなんかクラブのところでどれぐらいのプレーをしてっていうのばっかり考えてたから、代表っていうのもその、まあ、もちろんすごい場所だったけど、また行けるだろうみたいな。あ、 まあそして背番号を10番に変更されて97年のシーズン迎えますけれども、セカンドステージで優勝、はい、そしてセカンドステージの王者として臨んだチャンピオンシップでファーストステージの王者、うん、鹿島アントラーズ相手に、はい、まあ、2連勝ですよね、はい、初の J リーグ年間王者に輝きましたけれども、ここはどんな気持ちでしたか？プロで初めて泣いたぐらいなあれなんだけど、鹿島が強かったっていう、それだから嬉しかったっていう。実際鹿島の方がやっぱり優勝経験もあるし、はい、強かった、まあ、鹿島が自分たちよりもこう上として、こう見てたような、上として見てた。
その学生時代までは、うん、まあ常にチャンピオンじゃないですか、うん、常にチャンピオンでいて、はい、自分たちよりも強いチームがあるっていうこと、うん、プロってこうレベルが高いなって思いながらも、うん、そこで鹿島に勝ってこう嬉し涙っていうのは、うん、なんかやっぱそこに何かがあったんですか、ギャップというか。とにかくその育ちの段階でどこでも優勝したいんだって、うん、勝ってきて勝ってきて勝ってきた、はい、そういうサッカー人生でプロで勝てないはずがないと思ったけど、うん、やっぱり3年の間あって、ね、オフトの時代に勝てなかったから、はい、プロはやっぱりこういうもんなのかと思ったり、あるいは心の中で選択を間違ったんじゃないかって、はい、やっぱり先輩の後を追うべきだったんだろうと思ったの、大学と同じように。 あそこだけ離れたの文武さんから。そうで、向こうは最初に優勝してんだよね、チャンピオンになってんだよね、マリノス。あ、そうでしたっけ。 それをそのなんかこうやっぱどっかに思ってたんだろうね、うん、あんまり言わないけど、うんうん、だから嬉しかった、やっぱり間違ってなかったんだみたいな、はあ、というので、はい、嬉しかった、嬉しかった、そして98年ファーストステージ優勝されて、ナビスコでも優勝、これジュビロが強くなった要因は何だったんですか。99年、はい、チャンピオンシップ清水エスパルスとの決戦、うん、清水出身 そのサッカー選手にとってこの上ない嬉しい試合、この静岡の2チームがこの頂点をこう競ってんだってすごくこう誇らしかったね、うん、そして2003年、はい、オランダの FC ユトレヒト、はいはい、チームメイトが何で来たのって言ったからね、すごいショックだった。